老子、はい、ロシアの文豪トルストイが監修した老子道徳経の、今日は第1部8章ですね。思考の徳は水のようなものだ、水は万物に豊穣な利益を施しながら何事にも逆らわない。水は人々には見えないところにある。それゆえ水は田のようなものだ。よく生きるのは地のためである。心は深み、結合は愛、言葉は信頼、統治は国の安寧、仕事は技能、行動は生きるため、争わないものは非難されない、はい、言葉は信頼なんですよね、はい、どうやらこの言葉という定義が、うん、僕と隊長の間で、うん、なんて言うんでしょう、言葉の捉え方、隊長は言葉を見ると、うん、言葉の表面と裏面、はいはい、要は一対じゃないですか。一対ではない、概念、言葉は概念です僕の中で、はいはい、で、まあ、僕の中ではこれはこういう意味だっていう概念があるわけじゃないですかっていう感覚ですけどね。で、僕が見ている言葉っていうのは、うんうんうん、言葉にもいいもん悪いもんがあるんですよ。いいもん悪いもん、はい優しいはいいもんなんですね、はい、いいやつ、優しいは、はい、でも、うん、優しすぎるになると、うん、急になんか良くないものになるじゃないですか。はい、優しいっていうのを隊長は、うん、その優しいという概念という、うん、僕は多分優しいっていう言葉は、うん、このいいもんの部分だけを捉えるんですね、うんうん、優しいっていうと、うん、ギュッて掴むんですよ、いいもん、はい、なので言葉に優しいにいいも悪いもないですよって言われると、ないですよ、優しいはいいだよっていうのが出てくるんですよ。優しいっていう状況を表す言葉ですよ。優しいという概念をどう説明するかですよね。優しいがちょっとあれなんですけど、はい、青い色があったとするじゃないですか。優しいで言ってください。優しいだと言いづらい。なるほど。青い色があったとするじゃないですか、はい、これはもうその色なわけじゃないですか、はい、これを人に伝えるために青っていう名前をつけたのが言葉ですよね。青っていう言葉、うん、これを青って言いましょうって言ったのが青って言葉じゃないですか、うん、っていう感じです。優しいっていうのはこう優しいっていう状況があって、それを何て呼びましょうか、じゃあ優しいにしましょうみたいな。水は田のようなものだと、うん、分かりますと。水ってそうですねと。はい、要は高いところから下に流れて、うんうん、これは誰に水に意志があるわけじゃなくて、はい、でそれが万物に豊穣な利益を施しながら、うん、よくこの、宗教的なところでも火の神人よりも水の神人みたいな、はい、燃えるものって消えるんですよね、はい、でも水ってなんて言うんでしょう、染み渡り消えたとしても空に上がってまた降ってくるみたいな、うん、ずっと繰り返すみたいなのがあって、うん、水ってそうだねとっていう中で、言葉は信頼っていうのが出てきて、うん、なんか見てる皆さんが見てる言葉が違うよなってちょっとだけ。言葉は違うと思います。で、この優しいを説明してくださいって言ったら難しいじゃないですか、うん、あ確かにね、うんうん、でその定義の部分、実際部分、はい、これを優しいって僕が呼んでるけど、それは優しくないって二等兵が呼んでる可能性はありますよねっていう。その可能性はありますね、はい、なのでこうズレが生じるんだろうなみたいなのはあります。ちょっとすいません、ちょっと老子から離れてしまったかもしれないんですけど、はい、ではこのドリアン助川さん、バカボンのパパと読む老子ではこの第8章、ドリアン助川さんは何と訳すか、最上の善は水のようなものだ。なるほど、これが有名な第8章で出てくる上善水のごとしですね、うんうん、全く感じませんでしたね。全く感じませんでした、老子道徳経では、はい、うん、あでも老子道徳経は本当はあの上善水のごとしから始まる、はい、最上の善は水のようなものだ。水は万物に恵みを与え、しかも争わず、それでいて全ての人が嫌がる低いところにいる、うん、それゆえ水は田尾に近い。身を置くには地のように低いところを良しとし、
考えのうちでは奥深いのを良しとし、人と交わるには仁愛のあることを、言葉においては真偽あることを、祭りごとは国が治まるのを、ことに対するにはなるようになるの気概を、うん、行動においては時を誤らないことを良しとするならば、いずれも争いにならず咎められることもないと、うん、これはこっちの勝ちですね。わかりやすいですね。わかりやすかったですね。はい、ではバカボンが何というか、うん、禅のチャンピオンは水のようなものなのだ、うん、わしらは喉が渇いたら水を飲むのだ、水はあらゆる生き物に恵みを与え、しかも水同士では海だ川だとその出身を争ったりしないのだ、それでいて水は地位で言えばみんなが嫌がる一番低いところにいるのだ、そういうわけだから水はタオに近い存在なのだ、水に学ぶとわしら人間もまた立場としては地面のように低いところにいるのがよく、いろいろな考えが浮かんだら一番深いの、友達と遊ぶときは優しい態度、言葉は信頼できるものを、政治をするならみんなが丸く収まることを、事件が起きたらそんなものはなるようになるのだという自然任せを、何かするタイミングはグッドタイミングを良しとするのだ、こうしてわしらは人と争わないから誰からも邪魔されないのだ、これでいいのだと。はい、やっぱバカボンですね、なんか。分かりやすいのは分かりやす、まあ分かりやすくしてるって話ですからね。分かりづらいものを分かりやすく説明をしようとしてる。はい、これはあの僕はこの本大好きなんですけど、はい、これは上善水のごとしはちょっと言ってほしかったですね。うんうん、思考の徳はとかじゃなくて、うん、なるほど、だそこがロシア人の感覚なんじゃないですか。ああ、あなたはね、うん、いいねそういうのね。水のごとくですから。今ちょっとイラッとしましたけど。はい、今イラッとしましたよね。皆さんも分かりますその辺の感覚。今闇っぽかったよ。はい、はい、確かに。でもこのどうしても僕はパッと上がってきたものをパッと喋っちゃうんですけど、うん、まあ、ここにも出てきた、言葉は信頼できるものっていうのと、考えは奥深いもの、うん、なので、まあ、エニアグラムにもよく出てきますけど、うん、そのパッと来た電車には乗らない、うんうん、これ大事ですね。まあ、低いところへってことですよね、きっと。水のように深く。なるほど。はい、行動もこう低いところへ向かっていくし、表のところで判断せず深いところまで探求しようみたいな。これをなんかね、一瞬で出せるようになるといいですね。うん、一瞬で出せるように言葉を、そう、うん、態度とかがスッと出ると、はい、深いところのやつが精進ですね、うんうん、水のごとく、はい、はい。